ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。はい、皆さんこんにちは。出会いは奇跡の今日の、お客様はですね、東京にいらっしゃる方なんですけど、音響関係のですね、お仕事をされている方をご紹介したいと思います。関さんになります。よろしくお願いします。どうも、練馬区でを本拠地にしております、エコダアコースティックレコーディングのパンジー関と申します。もうなんかかっこいいですね。エコダアコースティックエコダアコースティックレコーディングレコーディング、あ、なんかかっこいいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私ももともと小さい時から音楽をやったりしていて、たまに作曲したりっていうことは、個人の趣味でやったんですけど、その例えばそのあれですよね、作曲したものを今度はその CD に円盤にしたりと、はいはいはい、そういう時に必要になってくる、はいはいはい、音響関係 の、 お仕事だと思うんですけど、ちょっと今日は多分初めて、PA というか、そう、初めてその音響関係のどんなことされてるんだよという方も多分いらっしゃると思うので、はいはい、最初に初歩的なところをですね、ちょっとお伺いしたいんですけど、はいはいはい、そもそもその音楽とかを演奏される方とかが、その録音するときに必要なお仕事だと思うんですけど、それは間違いないですよね。そうですね、はい、でそれ録音するときに昔であれば、なんかラジオで流れてるのをそのまま同じ部屋でなんかラジカセで録音するっていう時代があったんですけどあれってなんかその辺のなんかいろんな音が入ってきますもんね。はい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 、はい、それをなんか入らないようにするんですよね。まあそうですね、各楽器ごとにマイク立ててあげてはい、各楽器とか音が出るところですよね。そうですね、はい、それを挿すことによってもうそこからダイレクトにその音を録音するっていう。はいはいはい、いいんですか。はいはいはい、そうするとなんか余計な音が入らないっていうことになるんですよね。まあそうですね、はい、ああ、なるほど。そのなんか簡単なノウハウというか、サクッとちょっと教えていただけますか。まず部屋自体が外道路の音とか、はい、あんまり音が入ってこないお部屋でレコーディングするのがよくって、部屋の壁のとかも反響がない、なるべくない部屋でレコーディングしてあげるんですよね。あ、なるほど。壁でもそうするんですね、反響が。すごいしますね、はい。ということはもうやっぱりなんかスタジオとかレンタルするのが一番いいことはいいんですね。あ、それはそうですね、はい。普通にご自宅とかでもいろいろソファー1個置いてあるか置いてないかとかで全然音の反射量とか変わってくるんで。お、そうなんですね。あ、はい、ソファー1個あるとめちゃめちゃ音吸収されるんで。音が吸収されるということはどういうことになるんですか。壁の反射がなくなるんですよね。あ、音って反射するんですね。壁で反射するんで。あ、反射するとどうなるんですか、音は。ワンワンワン響いちゃうんで。あ、なるほど。明瞭感のない音になっちゃうんですよね。そう、ということは吸収するものがないと、はいはい、いけないということですね。そうですね。だからなんかちょっと乱雑に物が置いてある部屋とかっていいんですよ、音響的には。あ、そうなんですね。あとよく言われるのは本棚、はい、あれ壁一面に本が置いてあると、あれ本自体が音吸収しますし、はい、背拍子がこうやって雑ランダムになってるんで、壁反射するとしても音の反射の仕方が拡散してくれるんで、部屋の音響良くなるんですよ。なるほどですね。
ていう、なんかとりあえずまずはなるべくできる限り反響の少ない部屋を作って、うんうん、そのお部屋でレコーディングしてあげるのがまずは重要かなっていうところですね。ああ、そこはあの最初の基本的な肝心なことなんですね。そうですね。このお仕事されてどれくらいになるんですか？なんか趣味的にやってたのと、ゆっくりクロスフェードしていったので、あ、なるほど。 いつっていうとちょっと微妙なんですけど、ちゃんと活動し始めたのが 4、5年前ぐらいからですかね。4、5年ぐらい前からなんですね。あ、そうですね、はい。今はどういう方が多いですか、対象になる方というのは。あ、お仕事の、やっぱり若いバンドさんとかと、あと結構おっちゃんバンドとか結構、はい、ありますね。ああ、なるほどなるほど、はい、そういうバンド活動されてる方の、はい、その録音をお手伝いするって感じですね、はい、そうですね、はい。なんかそのケーブルをつないだりとか、なんか PA っていうんですか、なんかいろいろつないだりして、はいはいはい、データ化すると思うんですけど、はいはいはい、例えばそのケーブルのによってもやっぱピンからキリまであるんですか？ありますね、ありますね。やっぱいや、もうなんか音響って何変えても音変わるんですよ。電源自体もそうですし、電源ケーブル変えても音変わるし、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。ケーブルもそうですし、その先のジャックとかも いろいろ種類があってありますよね。はい、なんか何変えても音変わるんですよね。だからあんまり突き詰めようとすると本当キリがない感じになって、すごい金額はもうかかるんですね。そうですね。なるほど。なんかもう本当素人の質問なんですけど、はいはい、イコライザーで低音を大きくしたり高音を大きくしたりとか、まあいじったりすることなんだけど、はいはい、あれはまた別の話になるんですか？まあ基本的にはレコーディングした後のミキシングの作業ですね、それは。あ、レコーディングを一回フラットというか、まずそのままの音楽を、バンドの音楽を録音して、はいはい、その後にミキシングで低音を、まあ、大きくしたり小さくしたりっていうのをアップされるってことなんですね。そうですね、はいはい。あ、なるほど。今はどのように活動してらっしゃるんですか？なんかちょっとまあ、宣伝といいますか、こういうやり方、はい、していただければ。まあ、レコーディング業がまあ、バンド系とクラシック系と大きく分けるとあって、あ、はいはい、あとまあ、レコーディングしなくてもミキシングだけしてほしいっていうご依頼とかもありますね。なるほど。録音は自分たちで頑張ったんですけど、ミックスだけやってほしいっていうような、あ、うんうんうん、ご依頼とかもあったりしますね。あとはレコーディングとかじゃなくて、ライブの PA、はい、でなんかコンサートやってる場所に行って、その音響のオペレートをしたりとか。あ、なるほど。こともしてますね。うん、で、あと最近それで結構あるのは、同時に生配信もしたいみたいな。あ、生配信、ライブ配信とかいうことですよね。そうですね。そうすると、そのコンサートの現場で鳴らす音と配信に送る音はちょっと設定が違ったりするんで。ああ、フロアの音はフロアの音で作ってあげて、配信に送る音は配信のに送る音でまた別の設定で作って音を作ってあげるみたいなことをしてますね。ああ、なるほどですね。はい、はい、あ、なるほどなるほど。
結構じゃあ依頼って多いんじゃないですか、いろんなことされてると。あ、まあ、ぼちぼち依頼いただいてますね。そうですよね。はい、大体そのまあいろいろ今やってらっしゃるとかも分かったんですけど、ちなみに、はい、どれぐらいかかるものなんですか、実期間とかその料金とか。まあサクッとでいいんですけど。レコーディングに関しては曲数単位で料金決めさせていただいておりまして。あ、一曲いくらみたいな形になるんですね。はいはい、バンドさんとかだと1曲あたり2万円でやらせてもらっておりまして。え、2万円だけでやってらっしゃるんですか。それってそのバンドのいらっしゃるところに行ってやるんですよね。行って、はいはい、レコーディングして、で音を持ち帰って、うんうん、ミキシングの作業をして完成させてお届けですね。それ行くまでのなんか交通費はまた別途ですよね。まあ特に関東圏内とかだったら特にいただいてないですね。あ、そうなんですね。はいはいはい、一曲で2万円ってことなんですね。クラシック系は人数少ないものの場合は一、うんうん、曲あたり1万5000円でやらせていただいてます。すごくリーズナブルですね。あ、すごい。うちは安いです。そうなんですよ。なるほど。で、例えば、はい、音源データがあるんですけどって言って遠方の方が連絡とか、あ、まあ、はいはいはい、ホームページとかをご覧になっていただいて、はいはいはい、ミキシングをお願いしますという場合はどうなるんですか。その場合は1曲あたり1万円でやらせていただいてます。安いそうなんですね。はいはいはい。今ねちょっとホームページをねちょっとお持ちなんですけど、ちょっとこちらの方にちょっとホームページあるんですけど、今 ラジオの方はあれなんですけど、ちょっとねあの見ていただければと思いますので、今ラジオだけ聞いてらっしゃる方は何ていうふうに検索すれば出てきますか。あ、エコダアコースティックレコーディングで。エコダアコースティックレコーディング、はい、検索。エコダは漢字ですか。あ、漢字ですね。どう書きます。江戸の絵に、はい、古いに、はい、田んぼの田。あ、なるほど。江戸の絵に古いに田んぼの田で、エコダアコースティックレコーディング、レコーディングで、はいはい、検索されるんですね。あ、はいはいはい、なるほど。もしねご興味ある方がねいらっしゃればちょっと見ていただきたいと思いますね。あ、ぜひ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 。なんかそのやり方のノウハウみたいなのをなんか YouTube でとかそういうのも流してらっしゃるんですか。はい、ミキシングに関してはレッスン業もやらせていただいてまして。レッスン業。はい、うん、うん、DTM レッスンですね。 DTM って何の略でした。DTM ってデスクトップミュージック。デスクトップミュージック。あ、ちょっと私よく意味が分かんないんですけどロジックとかキューベース、プロツールスとかを使って音をつく音楽作るガレージバンドとかも DTM の一種です、ね。なんとなく分かってきました。はいはいはい。それのレッスンもやってらっしゃるんだ。そうです。はい、レッスンは1時間いくらって感じでやってらっしゃるんですか。初心者の方向けの、うん、ブロンズコースと、はい、中級者以上向けのゴールドコースの2種類用意してまして、はい、初心者向けは3回講座になってるんですけど、うんうん、これ2万円になってまして、うん、でゴールドコースの方は全18回、はい、全18回のコースになってまして、1ヶ月あたり、まあ、3回ペースで、はい、6ヶ月通っていただく。で、時間かかるんですね、うんうん、そうですね。で1ヶ月あたり2万円でやらせて。それでも安いですね。だいたいあれですもんね、この音響関係って詳しい方あんまり
僕少ないような気がするんですけど、はい。ですよね。なかなか、まあ、YouTube とかにも結構いろんな How to の情報とか出てるんですけど、はい。うちでも、YouTube チャンネルやらせていただいていて。チャンネル名なんですか？これもエコダーアコースティックレコーディング。あ、それで出てくるんですね。はいはい。あ、なるほど。なるほどですね。エコダーアコースティックレコーディングで。はいはいはい。いろいろじゃあ出てきますね。はい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 。いや、もともとあれですか、その音響関係を、まあ、最初は趣味って先ほどおっしゃったんですけど、なんか好きだったんですか、はい、そういうのが。もともとそうですね、割と好きでしたね、はい。音が、なんか、どういうきっかけなんですかね、なんか、音を追求しようと思ったきっかけは、なんかありますね、エピソードは。そうですね、いや、なんか音を、なんかテープレコーダーとかで、はい、普通になんか録音して、はい、聞き返すみたいなのがなんかすごい楽しくて。あ、カセットレコーダーのことですよね、昔の。そうですね懐かしいですね。はいはいはい。やっぱ最初はなんか普通にCD とかの曲を、はい、テープにマイベストみたいなのを作るみたいな、うんうん、感じでダビングしてあげるみたいなことをやってただけだったんですけど、うん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 、なんかそれでなんか結構自分の声を吹き込んだりとか、音を重ねるみたいなことができるとなんか楽しいみたいなことに気がついて、へー、でヤマハの昔の MTR、 テープの4トラックレコーディングができる MTR みたいなものを。あ、4トラックですね。はい、はいはい。あれとかをゲットして、だから誰かもらったんですよね。はい。それでなんか音重ねたら、あれ？これ曲作れるじゃないかみたいな。なるほど。ふうなことに気がついて、うんうん。なんか一人で、なんか音を重ねてなんか曲作ったりなんかいうことをやってたんですよね。うん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 。けどその頃まだインターネットとかもそんなに普及してなくて、情報とかが何にもなくって、うんうんうん、雑誌とかもあったんですけど僕気がつかなくて、うん、何にも知らないで一人でただただずっと録音みたいなことを繰り返しやってたんですよ。へえ。で、その期間がしばらくあってから、うん、インターネットとかで普及してた。はい、なんかサウンド&レコーディングとかっていうレコーディングに関する専門の雑誌とかがあることに気がついたりして、あれ？なんか今まで一人で何も訳も分からずやってたことってなんか広い世界があるぞっていうことに気がついて、ああだからなんかそれからミキシングっていうこと自体にの世界があるっていうことに気がついて、うんうんうん、うん、なんか積極的に情報を入手したり人に教えてもらいに行ったりとか、うんうんうん、するようになってなんかミックスできるようになっていったっていう感じですね。そういうことがあったんですね、元々。そうですね、はい。楽しそうですね、だけど。そうですね。昔なんかカセットレコーダー、今本当ふっと思い出したんですけど、ちょっと話それるんですけど。ノーマルテープ、クロームテープ、メタルテープってありましたよね。ありましたね。今はもうないでしょうね。今テープないですね。ないですよね。はい、今も CD、CD もまあありますけど、はいはい、本当ダウンロードはされる方多いですもんね。そうですね。ネットで購入して。はいはいはい。だけどあれですね、作った音楽をそのミキシング、
されたり、あとは作った音楽をがその音源作るとかいうところですよね。それでお客様がいらっしゃるんですよね。そうですね、はい、なるほど。ということはミュージック、そのミュージシャンとかなんか音楽やってる方とかに本当向いてますよね。はいはいはい、そうですね、はい、なるほどなるほど。いや、これはいい情報を伺いました。いいですね、コーダーアコースティックレコーディング、ちょっとね、皆さんね、覚えていただいてね、一言で見ていただければと思うんですけど。ぜひぜひ。なるほど。なんかそのさっきほら2種類あるっておっしゃいましたよね、クラシックと。はい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 。その違いというのは簡単に教えてもらえます？やっぱバンドさんとかだとレコーディングのやり方が結構多岐にわたるんですね。多岐にも、はい。ドラム、ベース、ギター、ボーカルとか、はい、各パートをバラバラに撮ったり、とか、もしくは全部楽器体だけ全部一気に撮ったりとか、はい、ドラムとベースだけを最初まず一緒に撮って、それにギターとか重ねていったりとか、一緒にそこにいて演奏しなくてもいいってことですね。そうですね、はい。これが結構重ね撮りっていうことを割と繰り返すんですね。バンドはですね。そうですね、うんうんうん、クラシックってどっちかっていうとあんまり重ね撮りって普通しないんで、多分しないですよね。もう、はい、一斉にホールかどっかで撮るところで。そうですね。なのでちょっと料金的にクラシックの方がお安くさせてもらってるのは、その重ね撮りにならないので、手間がそこまでない、時間がかからないのでお安くさせてもらってるっていうところなんですよね。なるほど、そういうことですね。本当バンドのレコーディングはギターソロとか、はい、それこそ30テイク40テイクとか繰り返し撮るとかザラなんで、なのでちょっと料金的に高くさせてもらってるんですよね。なるほどですね。なんとなく大体分かってきました。なるほど、なるほど。いやー、楽しかったです、今日は、本当。本当ね、東京近辺の方は、ぜひ、そうですね。遠い方は、まあ、ネットでね、あれですよね、作った音源をミキシングされたい方というのは、また、本当に今日はレコーダー、アコースティック、レコーディングスさんに、またね、聞いていただければ、検索していただきたいと思いますので。はい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 。で、今までね、ちょっといろんな方の対談があったんですけど、今日本当は面白い対談になりましたね。ありがとうございます。はい。いや、わかりました。またちょっと何かありましたら、よろしくお願いします。こちらもぜひ。はい。本当に今日は、音響担当ね、コーダーアコースティックレコーディングの関さんでした、本当。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい、失礼します。はい、失礼します。はい。広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ、手をつなぎ、流れ星に誓うよ、明日を信じ、どんな時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が
溢れるよね空にたくさん悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱きどんな時も信じてる闇があるから星は輝くよ雨が降るから虹が出るよどんな闇でも必ず明けるよ希望と夢を信じていて